デバッグに使用されるアヒルちゃんラバーダックデバッグとはソフトウェア工学におけるコードのデバッグ手法である。ラバーダックデバッグはザ・プラグマティック・プログラマーという本で紹介されたプログラマーがラバーダックを持ち歩きアヒルちゃんに向かってコードを一行ずつ説明することによりデバッグを行うという話が由来である。この手法には他にも多くの別名があり。 しばしば様々な無生物が用いられている。プログラマーの多くは誰かに問題を説明した経験があり、その相手はプログラミングの知識が全くないこともあり得るが、問題を説明している過程で解決策を思いつくことがある。目的とするコードと実際のコードの挙動を観察して説明することにより、その違いが明白になるのだ。 一般化するならば、あることを説明することによって、異なる見方による評価をする必要が生じることなり、それが、より深い理解へとつながる。無生物を用いることにより、プログラマーは、他人を煩わせることなく、目的を達成できる。2018年4月1日、スタックエクスチェンジ社は、自社のウェブサイトにクワックオーバーフローと名付けた、アヒルちゃんのアバターを導入した。 アヒルちゃんはブラウザビューポートの右下に表示され問題を聞いて解決策を回答することによりサイト閲覧者を支援しようとする。しかしアヒルちゃんは考えてからタイピングするように見えた後にクワッと泣くだけである。これは強力な問題解決策としてラバーダックデバッグをモデルとしたものである。初めてアヒルちゃんを見て混乱したサイト閲覧者の中にはこれが エイプリルフールのジョークだと気がつくまで自分のパソコンにマルウェアがインストールされたと勘違いした者も,もいた。ありがとうございます。